天ワンヤは毎日新聞に1948年から1949年にかけて連載された四子文録による日本の小説、またそれを原作とする日本映画である。太平洋戦争の終戦直後、四子文録が妻の実家がある愛媛県宇和島室島町に疎開していた時の様子を題材としている。宇和島市を題材にした大判と同じく、 愛媛県南予地方の人情、文化、方言などを詳しく知ることができ、この地方特有の牛の付き合い、牛木岩礁川の大うなぎ突破話や、戦後すぐに起こった南海大地震などが興味深く紹介されている。主人公、犬丸淳吉は、先般の容疑を恐れ、支持していた大義士、鬼塚の郷里あよい町に疎開する。彼は、鬼塚の紹介で、 愛イ,イ長者の家に触覚として住みつき、彼や彼の知人から交流される。万、ま、獣食いのゼンス助、うなぎ取りの名人田辺津田雲、当社版恋文三割部どまり、田谷青年など、ユニークな人物が多く登場することで、戦後の荒廃した東京と、のんびりとした愛イ長の皇太子が、見事に描かれている、四子文録の代表作の一つである。 小説を原作とする映画が1950年に公開された。宝塚歌劇団出身である、淡島千景の映画デビュー作で、第1回ブルーリボン賞主演女優賞を受賞している。淡島千景さん追悼、映画、真実一路放送決定。シネマトゥゲー。2019年2月18日閲覧。津島ネット史上、ありがとうございます。